県内の今日の感染者は12人、このうち8人が浜松医療センターのクラスター関連です。新型コロナの対応にあたる最前線の病院で何が起きたんでしょうか。新型コロナウイルス感染が新たに深刻な状態になったということをお知らせすべく、この記者会見を開かせていただきました。感染拡大が止まりません。浜松医療センターは昨日、臨時の記者会見を開き、危機感をあらわにしました。浜松市中区の浜松医療センターで、新型コロナウイルスのクラスター発生が分かったのは、先月23日でした。最初に患者3人、医療従事者2人の感染が判明し、その後はほぼ毎日感染者が確認されていました。それでも新たな感染は1日あたり数人程度に抑え込んでいましたが、昨日になって一度に20人の感染者が発表されたのです。しかもその多くが今までクラスターが起きていた病棟とは別の病棟からでした。新たに昨日多くのコロナ患者さんが発生した病棟というのは、これは外科系の病棟です。救急患者も多くそこに入りますし、緊急手術や透析を行っている患者さんも数多くいる病棟なんです。その病棟にコロナのクラスターが出たということは、我々は非常に深刻に考えました。浜松医療センターは一つのフロアに3つの病棟があります。感染は同じフロアにある3つの病棟のうち、内科系の2つの病棟で起きていました。病院では病棟と病棟の間をシャッターで仕切り隔離。しかし感染拡大は防げず、これまで感染者がいなかったもう1つの外科系の病棟でも、昨日患者15人、医療従事者2人の感染が分かったと病院が発表しました。手術前の検査で陰性だった患者が術後に陽性となったケースもあり、手術を原則中止するなど、事態は深刻さを増しました。いつになったら収束するのかというのは、今のところ見通せないのが状況です。通常通りの診療はもはや続けられないと。病院では当面の間、救急のほか新たな患者の受け入れを停止し、現在入院している患者のケアに全力を尽くし、収束の道を探るということです。浜松医療センターは多くのコロナ患者を受け入れてきた最前線の病院です。その病院でなぜクラスターが広がってしまったんでしょうか。陰性、その次の日に陽性がある。これはですね、かなり衝撃的で、感染症内科の矢野医師は、感染が拡大した理由について、検査を何回行っても陰性だった感染者が多かったこと、不織布のマスクではなく、布マスクやウレタンマスクを使っていた入院患者がいたこと、トイレや手すりなど共用部分を触った後に、手や指の消毒が徹底されていなかったことなどを挙げています。病院内での感染を抑えるのがどれだけ難しいのか。クラスターを経験し収束させた病院の医師は、入院病棟の看護の場面に注意が必要だと言います。優しい看護師さんであればあるほど、高齢の患者さんに大きな声を出して食事の方を進めたり、食事の介助をしたりだとか、そういった看護のをいたします。その時にどうしても飛沫の感染だとかも起こしやすいということがあります。そういった病院の事情があるんですね。症状がない患者をすべて見つけるのは難しく、感染拡大を防ぐには職員への徹底的な検査が必要です。職員から患者さんへの感染の伝播をなるべく防ぐこと、定期的にイレギュラーに順番に検査していくという方法を取ってますけれども、それはどの病院でも、その病院の規模に応じてね、やっていただくと効果的なのではないかと思います。